こちらが、お散歩サークルの材料になります。それを、紹介していくと、これ全部、まずどちらで買ったかというとダイソーで仕入れてきました。まあ、3つあるんですけど全部ダイソー で1つ目なんですけど、これが一番なんていうか重要というか、バーベキュー網ですね。バーベキュー網、これ、各100均ショップで扱ってはいるんですけど、このサイズ 50cm×30cm っていうのがポイントで、ここまで大きな扱ってくれてるのはちょっと多分調べた感じ、まあ、実際見たのもあるんですけど、多分ダイソーだけなんじゃないかなと思います。で、まあ、もう少し小さい網なら他の店舗でも扱ってたりとか、まあ、ダイソーでももう少し小さいのを扱ってたりもするんですけど、一番大きいのが、まあ、多分このサイズになってて、このサイズだとこれ縦に、まあ、使う予定なんですけど、高さが 50cm になってくれて、まあ、運動能力高いんですけど、これくらいなら、まあ、完全には言い切れないんですけど、だいぶ安心して見てられるかなっていう感じはあります。イメージとしてはこれを縦に置いて結束バンドでこうずらーっともつなげていってっていう感じです。さらに、まあ、上の方なんですけど、クリアホルダーをかぶせて、上の方はそのまま網になってしまうと、そりゃ登りよなみたいなところあるんで、あそこだけは平らな面にしてしまって、それ以上上には登れないようにっていう風にする感じですね。だからまあこの結束バンド、まあ太さとか考えて、まあ、15センチの長さの、まあ、太さくらいあれば、まあだいぶ耐えてくれるかなと思ってこの長さにしました。あとはまあクリアホルダーは、まあ一応透明、これまあ重なると、まあ、白くはなるんですけど、できるだけまあ透明だと、まあ、どこにいるか見えやすいかなとも思います。今回は7枚ほど、バーベキュー網をつなげています。作り方としては、まあ、バーベキュー網の上に切り開いた A4 ファイル、こちら側が切り開かれています、を、かぶせて、でそれがずれないように結束バンドで、止めて、これはパンチで穴が開けられています。でこちらも止めてあげて、つないでる感じですね。まあ、注意点としては、そのインスタグラムでも丁寧に書いてもらっていた通り、接続の部分を結束バンドで締め上げてしまいすぎると、サークルをこう開いたり、閉じたりするときに、それがしにくくなってしまうので、締め上げすぎないというのが大事ということです。まあそういう感じですかね。まあ、かなり、コンパクトにできるっていう部分と、軽いっていうのと、あとはそうです、まあ、とにかく安いのがいいところですね。本当に、まあ、最低限網なので、ここは、噛んでも、まあ、破られることは、まあ、ないのかなっていうのがいいですし、あとは上の方は、まあ、ネズミ返し的な感じで、こうちょっとここは登れないようになってるので、これを超えるのは、なかなか難しいのかなと。まあでも絶対っていうことはないので、ちゃんとまあ、見ていってそばにいてあげなきゃいけないっていうのはあるんですけど、この A4 のクリアファイルを上に取り付けることで、かなり登っていくのを防止してくれると思われます。でグーモルトさんのインスタグラムでは、そこの方に、グルーガンですね、グルーガンで塗ってあげると、まあ滑り止めとか床に傷がつくのを防止してくれるそうなので、それもいいかなと思ってます。今回はちょっとグルーガン用意できなかったので、そのま
まま、にしておこうと思います。また必要があればフルーガンで加工したいと思います。むいちゃん開けといたよ。カリカリ食べてんか。むいちゃん。カリカリうまいか。切らない。